後ろ姿で都市行ってるとかわからんやろ。あんな高い靴履いて都市取ってる人やったらこけはると思うで。ちっちゃいのちゃって、痛い痛いってなんだろう。なんでペット持ってたら痛々しいかが分かれん。今日は今泉大津にオカンと二人で来ております。今からね、美味しい定食をいただきたいと思うんですけども、オカンの要望で寿司と天ぷら、作りと天ぷら、刺身と天ぷらが乗った定食、早速行ってみたいと思います。改めまして、波の平でございます。本日は泉大津市にありますみかんさんにおかんと二人ランチしに寄せていただいております。見ていただいた通り、お昼から行列のできる地元では人気の美味しい魚料理がいただけるお店になっております。お店の中はこんな感じでずらずらと日本酒が並ぶ、夜はお酒がいただけるお店ということで落ち着いた感じの雰囲気になっていて、気になるこちらでいただけるお昼のメニューはこんな感じになってます。お造り御膳、天ぷら御膳、焼き魚御膳、煮魚御膳、そして季節限定のお膳に海鮮丼、しらす丼、そして美味しいお魚をあてに昼から飲んでいただけるということで、生ビールも用意されております。この日私12時半過ぎに寄せていただいたんですけども、もうすでに煮魚御膳が完売しておりました。やっぱり人気なんですよね、煮魚美味しいですからね。そんなメニューの中から今回おかんが選んだのはこのお造り御膳。お造りも天ぷらもいただけるということで、もうこれにするっていう一択でございました。そして私なんですけども、1日5食限定の特大エビフライ御膳、これまだあるかなと思って聞いてみたらまだあったので、こちらを注文しました。満腹波の平の動画。しまってて美味しい、つい品数やな、聞いてる、すごい品数やな、そうだよ、そうだよ、うん、美味しい、ね、食べきれる？なんとか。タルタルだ。タルタルがもうない。食べたな。なんか回ってきました。満腹波の平の動画。今回はもう一軒紹介したいと思います。みかんさんで美味しい定食をいただいた後、どっかに甘味屋さんがないかと探してみると、車で5分ぐらいの場所にいいお店を発見したんで、そちらのお店を紹介させていただきます。
その名も隠れ家忍さん。実際ね、 Google マップで見つけて行ったんですけども、マップの通り行くと、こんなところにお店ある？みたいな感じの住宅街の中にあるんですよね。結構探すのに時間かかりました。そして見ていただいている通り、くるみ餅の専門店になっております。お餅茹でたてになるんでしばらく。お店いつからですか？最近ですよね。この1月。なんか今年の1月。先週はちょっとおしゃれに食べるような くるみ餅をっていう。これ3煎、3回飲めるんやけど、はい、1煎目は割とぬるめでちょっと甘め、2煎目がね、一番お餅と合う、渋くなる。はい、ありがとう。この今ちらっとこのメニュー見えてる木金限定の10食って、これ何ですか？ご飯ですか？これね、裏ちょっと向けていただいて。へえ。お母さんのそのドリンクセンターあるでしょ。はい。それにちっちゃな猫まん、あとちっちゃなコンテナ。おいしい。お母さんもう俺毎日行って。行こうよ。雨降ったらさ、出てええよんな。その岡山まで行かんで、埼玉まで行かんで。10分かかれへんかな。嘘、マジ？ここやん。それはもちろん下に入ってるから、喋ったらあかん。全然いい、全然いい。ここキリンの方やん。行く？アジって見たけど、僕もよう釣ったって昔、一晩で5人で100本釣ったことある。5人やったらそれな。うん。もうとんでもないベルトみたいなやつ。それの被害におたんがおかんです。この100本どうやって食べんの？それやねん、今な。金で欲しがるのにどないもできへんから、この人、うちの上で、もうこれだ。でかいね。50匹から60匹。掃除したらうちのケチもぶっさりくす。でも、指4本あるやつは全然美味しいですね。もう塩焼きしても美味しいですよね。めっちゃでかい。結局その100本はね、おかん全部つくねにしてた。俺15匹つくねにしてた。生き物にくらん、ほんで足らんから今日行ってこう言われて、また始まって。俺、アイスコーヒーと。お茶、もういいですか？お兄さんなんかもしれない。僕お茶あるんです。それほうじ茶やった。ほんとはもう一杯だけ。それほうじ茶、美味しくないお茶。ちょっと待って、美味しくない言うと赤いんだ。煎茶美味しいですよとかね、コーヒーと合いますよ。ほんなこのお茶はあれば、それは美味しくないお茶です。美味しいお茶。酒屋さんまた来てよ言うとったで、面白かったわ。親切やで。ということで、気になる本日のお会計はこちら。みかんさんでのお支払い、現金、カード、そして QR 決済、電子マネー決済可能です。詳しくは店頭でお確かめください。隠れ家忍さん、お支払いは前払いの現金決済のみの対応となっております。どうぞよろしくお願いします。満腹波の平の動画では、大阪選手を中心に美味しいお店をジャンルに関係なくいろいろ紹介しております。皆さんからの高評価、コメント、そしてチャンネル登録、いつでもお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。